間もなく日本代表のメンバー発表、伊東純也に期待集中。今月29日にワールドカップアジア最終予選の日本代表メンバーが発表となる。今季はプレミアリーグや海外のトップリーグに多くの日本人選手が移籍をしているが、南野、久保、三笘に至っては早速得点を決めるなど調子を上げている状況にある。注目は今年1月のアジアカップ期間中、週刊誌による報道で代表離脱やその後も招集外を余儀なくされた伊東純也だろう。日本国民の誰もが彼の復帰を心待ちにしているのは間違いないと言える。伊東選手がいなかったらカタールワールドカップ最終予選突破さえ危うかった。それほど大事な選手です。実際ワールドカップでもチャンスを作り続け、堂安選手との共存、ウィングバック、左サイド、フルで出続けても泥臭い守備もやってくれました。守備を固められてどうにもならない時、個人の力で打開できる素晴らしい選手だと思います。三笘選手との両翼復帰楽しみです。国民が待ち望んでるぞ純也。スポンサーは黙っててくれ。日本代表には絶対欲しい選手です。伊東選手は足が速いのはもちろんだけど、クロスの精度も高いし、CK も蹴れる最高の選手。日本代表で特大のジュニアフォローしてやりましょう。